阪神乗り切る今の気持ちと、阪神の球団のイメージについて教えてください。そうですね、とりあえず選んでいただいてとてもホッとしている気持ちです。阪神さんは今年すごい投打にやっぱりこう波に乗っているというか、いいチームだと思うので、そこでやらさせていただけることはとてもありがたいなと思っています。ありがとうございます。高知県のファンからも、すごく大きな期待が集まると思うんですけれども、その期待にどれだけ期待ですか。そうですね、やっぱりこう僕が、阪神さんチームのためにやっぱりやっていくってことが、やっぱりこう今までお世話してくれた方々のへの恩返しもあると思いますし、やっぱりこう自分が結果を残すことでやっぱりこう周りの方々に恩返しできるのかなと思ってます。はい、矢野監督の印象というかイメージはどんなイメージですか。そうですね、やっぱりこうゲームに対してすごく熱い思いを持って、熱心というかすごい闘志を持ってやられている方だと思うので、そういうところはやっぱり僕もとてもやりやすいのかなと思うので、とてもお世話になると思うので、はい、怖いとかそういうイメージとかあったりしますか。いや、そういうのはないです。大丈夫です。ありがとうございます。指名を待たれている間の気持ちというのを教えていただけますか。そうですね、選ばれるかどうかちょっと不安な部分もあったんですけど、やっぱりこう選んでいただいたのでとてもありがたい気持ちでいっぱいです。表情は変わらずというのが印象的だったんですけれども、はい、そこについてはどうですか。そうですね、初めから変えないっていうのは決めてたんで、それが貫いてよかったなと思います。ありがとうございます。阪神が選手を発表する直前うなずいているように見えたんですが、正直来い来いという思いがあったんでしょうか。いや、多分それは大丈夫です。はい、ちょっと緊張してたんで、こう選んでくれて選ばれるかなっていうのは思ってました。はい、1名おめでとうございます。森木投手と、加藤さんにお伺いしたいです。森木投手、以前から目標を聞いていた中で、ドラフト1位を、口にしたり少し濁したりっていうような心の揺れ動きがあったと思うんですけれども、その中にはこうどういった思いがあったのかと、今その目標を実現した今の率直な気持ちをお聞かせください。そうですね、やっぱこうずっと、小さい時から目指してきた、舞台に、いざこう立つ直前にいるので、もう決まってとてもホッとしていますし、やっぱりこうここからやっぱりもっともっとやらなくちゃいけないなって自覚も芽生えましたし、やっぱりこうこれからもっともっといいピッチャーになれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。監督さん、森木投手6年間ご覧になってきたと思うんですけれども、今こうドラフト1位という結果についてと、これからに向けてこうどういった投手になってほしいかというのを改めて聞かせてください。はい、なかなか、名前が呼ばれない状況の中で、少し本当にこうもうないのかななんて1位はないのかなとちょっと不安になったんですけども、阪神さんが選んでいただいて、その一員として、高知県ゆかりの内川球児投手もいますし、昨年栄田が大学通じて阪神さんの方にお世話になっているので、これもご縁かなと思って、チームのためにまた一段と努力して、勝利に貢献してほしいなと思っています。何度か名前が出ていると思うのですが、阪神タイガースの高知出身の選手では藤川球児さんの名前が先に思い浮かぶと思うんですけれども、森木投手にとって藤川選手はどのような存在で、何か印象に残っているそうですね、もう小さい頃からの憧れで、自分の野球を始めたきっかけでもあるので、やっぱりこう憧れの存在でもありますし、やっぱりこう火の玉ストレートっていうのがやっぱり一番魅力だと思うので、それに近づけるように努力してやりたいと思います。率直に同じユニフォームをこれから着ることができるということに関してはいかがですか。とても嬉しい気持ちでいっぱいです。阪神タイガースから1指名ということで、高校時代行きたくても行けなかった甲子園がホームグラウンドになりますけれども、そのあたりはいかがですか。そうですね、やっぱこう甲子園で投げれる機会が、これからあるっていうのはとても、嬉しく思いますし、やっぱあのグラウンドでできるってことはとても大変光栄なことだと思うので、あのグラウンドで一軍で立てるように頑張りたいと思います。
今回の一位指名、自分の口から直接一位指名されたということを伝えたい人と、その理由を教えてください。そうですね、まずはこう今までずっと支えて近くで支えてくれた、家族、両親にやっぱりこう伝えたいなと思いますし、やっぱりこう今までずっと支えてくれて、とても苦しい時もあったんですけど、そういう時期をやっぱり一緒に乗り越えてくれたので、やっぱりたくさん、犠牲にしてきたこともあると思うんですけど、そこをなんとか僕がこれから活躍して恩返ししたいなと思ってます。そうですね、やっぱこう高校に入って、ウエイトをしっかり取り組んできて、スクワットだったり、シングルスクワットだったり、いろいろ下半身中心に取り組んできたことがやっぱりこう自分のストレートにも直結につながっているのかなと思いますし、まずやっぱりこうフォームをしっかり見直していくために、やっぱこう中心軸を捉えていくっていうことをテーマにしてやってきたので、そこがやっぱりこう自分のまっすぐも生きてくるようなピッチングができるようになったのかなと思ってます。そうですね、非常にこう身体能力も高い子ですし、もちろん野球の技術的にも素晴らしいですけども、やっぱり一番はやっぱりこう野球をこう一生懸命こう努力するというか、練習の取り組みであるとか、そういうところは本当に誰にも負けないぐらいのこう熱量を持ってやったので、それが結果こういうことにつながったかなと思います。隣にいらっしゃる浜口監督とは中学時代から6年間一緒に歩み続けてきたと思います。どんな6年間でしたか。そして今監督にはどんな思いを伝えたいですか。そうですね、この6年間やっぱりこう自分自身やっぱり野球を勉強させてもらいましたし、やっぱりこう自分自身がどうあるべきかとか、自分が何をしなくちゃいけないのかっていう、方向をしっかり定めていくっていうことをやっぱり学びましたし、やっぱりこう浜口先生と6年間、一緒に野球をさせていただいて、とても自分自身成長したと思いますし、やっぱりこうもっともっとこれからやっぱり活躍する姿を見せたいと思っているので、感謝の気持ちでいっぱいです。ストレートに関してなんですけども、高校の時は結構質問を磨いていたというふうに伺ったんですけども、プロに入ってどういった、例えば球速なのか、打速なのか、どのようにストレートを磨いていこうと思ったんですか。そうですね、やっぱりこうまだまだ自分自身弱い部分もありますし、やっぱり下半身の部分だったり体力面だったり、やっぱりまだまだの部分もあるので、やっぱりこうこの、新人合同実践までの期間でやっぱりこうもっともっと、伸びのいいストレートだったり、相手がやっぱりこう圧倒されるようなストレートを目指してやってるので、もっともっとやっていきたいなと思います。もう数字というよりも全体の質を、そうですね、質を上げていくことによってやっぱこう数字も上がってくると思うので、はい。